はい、ショーゴ、次の玉ねぎ。え？だから、玉ねぎ。いや、マジでこのぐらいは使うって。ショーゴ、お前1日に何人の人間がうちの店で食事するか分かってるか？その数から考えてみろよ。別にバッカじゃねえよ。なあ、抜くものってニンニクもあるけど、次はそれね。おい、ショーゴ、皿が溜まってるぞ。何言ってるんだよ。ショーゴの本来の仕事は皿洗いだろ。お前が気分転換をしたそうにしてたから、親切心から他の仕事も振ってやったんだぞ。そう言ってる間に手を動かせば皿の1、2枚は洗えるだろう。50枚はあるかもな。じゃあな、頑張れよ。おい、ショーゴ、ギブ？もう疲れたのか？そうか。じゃあ、これ次の皿か。頑張れよ。抜くものはあと豆関係、グリーンピース、そら豆、ダダチャ豆は枝からむしり取るんだよ。それからジャガイモもあるから。当たり前だろ。いやいや、うちのは無農薬野菜だからね。これは丁寧に洗うんだ。どうよ、働いてみた感想は。はん、さようか。そうは見えないんだけど。
このまんまのか。俺が最初にこの仕事始めた時なんか710円からスタートだったんだぞ。最初に50円時給が上がった時なんかめちゃくちゃ嬉しかったよ。50円だぞ、50円、50円で感動できるだっつ。だろ、すげえだろ。だからさ、体験するってちょっといいじゃん。いいか、こうだ、こうシャカシャカシャカっとな。違うだろ、何を見てたんだよ、よく見ろよ。真似るだけじゃダメなんだ。何、情緒じゃねえだろ。ほら、よーく見ろよ。いいか、ほらほら、もう一度観察だよ。それで理屈の方に戻ってみるのもいい。できるじゃん。あとは経験を積むんだな。はい、次のじゃがいも。ほーら、たくさん経験積めよ。頑張ってんな、翔吾。
じゃがいもなんかに見とれるなよ。目を動かせ。なるほどね。相変わらずガツガツしてるよね。何が？最近調子に乗ってると思ったら加賀翔吾か。貢がせる男変えたんだ。何よ！怖っ！野良犬は怖いわね！行こう行こう。すぐ寝る女だ。
私、幸せになりたい。それだけなのに。